皆さんこんにちは。今日はロボコネクトの機能についてちょっとだけご紹介するよ。まずはスケジュール機能。2017年11月13日月曜日20時3分です。そろそろ夕飯の時間だよ。早くリビングに行かないとお母さんに怒られるよ。次にオリジナルのシナリオです。今日は帰りが遅くなるからご飯は出前を取って食べていいよ。今日のご飯はガパオライスとスープだよ。いかがでしたでしょうか。また新機能が追加された時にはご紹介させていただきます。